今回辰巳中学の問題は事務局が更迭を検討していたにもかかわらず教育委員会でひっくり返ったということで混乱があったので説明をしてほしいということで、ちょっと特殊な事例だと思うんですけれども、それは事実そういう説明になってるんですか。教育委員会事務局が更迭をだって決めるって決めていけないでしょ。あ、決めることは言ってないです。検討しているということは今日の答弁にもされてましたんで、だから検討したけども、でも最終決定では違うなんていくらでもあり得るんです。それはあり得るんですけども、それがまあ表に出てしまったがために、表に出たのは報道機関が出しただけじゃないですか。まあでも報道機関の責任はあるかもしれませんけれども、それなんでその説明を、大野委員長と橋本市長にしてもらいたいというような、そういう陳情だったと思うんですが、いやそれはもう説明って、まあ僕がその説明をしなくても、これは組織の対応ですから、それはきちんと組織が説明すればいいわけで、行政が検討していることが最終決定で変わるなんて当たり前の話です。いや別にそれはいけないって言ってんじゃなくて、そのそういう陳情に対して、だから先ほど最初は、説明、場合によっては説明もあるとおっしゃったんで、そういう説明についてどうされるのか。いやそれはきちんと局で、あの教育委員会事務局が対応すればいいと思いますよ。説明をも全部一人一人の市民に260万人にしろって言われても、それ無理ですから、じゃあ今回の陳情に関しては採択されたけれども、まあ、受けないということで。それはだって一人の個人に対して説明しろって言ったって無理でしょう。じゃあ今後同じような陳情が出てきた時に、これ採択されたら僕は全部市民に一人一人説明するんですか。議会の意見を聞いてるだけで。いや議会はだからおかしいですよ。もうおかしくなってる。それは個人からの何か陳情が出て僕に対しての説明を求めるってものを採択して僕が説明する義務を生じるなんて言ったらね、こんなのはもうまさにあの大都市大阪市役所体制をやっぱりきちっと分けて、特別区の体制になったらそれも可能なのかも分かりませんね。無理難題を今市役所、あの市議会の方がかけてるような状況ですよ。ただ陳情書とは別にね、陳情書とは別に、それは僕と、まあ、いわゆる政治的な意味合いにおいて住民の皆さんとのそのコミュニケーションという形の中でね、あの話をしていくということはこれはいくらでもありますよ。それはタウンミーティングとかいうことで、公選職なわけですから住民の皆さんと話し合いをするわけですよね。でもこの陳情書の採択によっては僕は義務は負いません、やりません。この陳情書に基づいてはですよ。でも全然別の話として、僕は公選職としてね、また市長として住民の皆さんとの話し合いっていう、まあ、協議会かどうか分かりませんけども、そういう形で何か対応するってことはあり得るかも分かりません。それは教育の問題を語るこの人個人とではないですよ。そのこの今回の一連の問題においてね、やっぱり住民の皆さんの声をやっぱり聞かなきゃいけない。この、 あの市長であれば、選挙で選ばれた長であれば本来の仕事であるんだけど、でも大阪市役所の体制ではこれができないような状況であるということも住民の皆さんには伝えます。500個の学校を所管していて、もういろんな問題を僕に直接話したいという人いっぱいいますよ。だから無理なわけですから、だからこの陳情書に基づいては僕はやりません。だから無理な話ですから。そんなこと言うんだったら僕もじゃあ議員の方に、じゃあ何百万人の人に一人ずつ何かあれば全部説明してくれ、この間のあのオスカービルディングの280億円のあのとんでもない、あの賠償金の話、あれ僕一人じゃ説明できないから議員の皆さんにも有権者全員に説明一人一人やってくれ、ほな無理ですっていうに決まってるんです。無理なこと言ったらダメですよ。だからこんな陳情書には僕は拘束をされません。あのこんなことやられたら多数がどん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 個人の陳情書を採択して、僕はその都度その都度一人一人に説明しようって話になってしまうんでね、一切この陳情書に対しては僕は採択という議会のこの決議には従いません。ただ別に僕の個人の政治家の判断としてね、地域の方々とコミュニケーションを取るということはこれはあり得ます。そのあと検討します。あとその、まあ、陳情を出した方だけであと PTA としては、高校校長を守るがために委員長や市長は更迭しなかったんじゃないかっていう、そういう不信感が若干あったかのようと思うんですけれども、そういう、うん、これはね、だからあのこういう問題の時に必ず注意しなければならないのは、この個人の方だけじゃなくて幅広に住民の皆さんに集まっていただきます。だから違う意見もあるんです。あのこの方はこの方の意見としては尊重しますよ。あの市民の方の意見としてね、でも全然違う意見もあるんですね。だからこの人の方、この方だけの意見を、まあ、聞くというよりもね、幅広にその地域の皆さん、それこそ学校協議会のメンバーとか、むしろ反対のことを言っている保護者の皆さんとか、いろんな方に入っていただいて、まあ、何が問題だったのか、どう対応しなければいけないのかということも、ちょっとそこは僕は
聞いてみなければいけないなというような気持ちはあります。ただまずは教育委員会がきちっと対応するということを聞いていますから、まずはそちらの方に任せて、それとは別個に、ね、必要であれば住民の皆さんとのコミュニケーションは取りたいなと思ってますね。ただもうこういう問題、これね、まあ議会の方もね、本当にこれこの間の公募制度 のプロジェクトチームで議論しましたけども、内外同一の基準で内外同一の対応しなきゃいけないですよ。そしたらね、桜宮の校長、もっと重大な問題を犯した校長、そこにどれだけ議会は関与してね、その校長の責任というのを追及してるんですか。もう全く今議会ね、もう論理的じゃないし理性的じゃないです。もう優先順位とか本当に市民のために何か活動してるというよりも完全に政治的な思惑ですよ。もっと僕は違うところに内部の校長であったとしても、もっと議会として責任追及してもらいたい事案たくさんありますよ。いじめの事案、放置したとか体罰をそのまま繰り返してる、それをマネジメントできてない校長とか、議会おかしいですよ。全く大阪市議会おかしい。本当に市民のためになってませんね。完全にもう政治的な思惑、これはもう反維新、反橋本、公募校長制反対、まあ、これだけでも活動してるとしか思えません。もっとしっかり勉強してくれって言いたいですよ。いじめの問題も体罰の問題も今までほったらかし、さあ挙句の果てには桜の宮のようなね、あのような問題も起こしてしまった。これ全部議会の責任じゃないですか。二元代表制っていうんだったら、なんでそういう校長に対してこれだけのしつこい、必要なまでの責任追及しないんですか。今回の辰巳中学の校長にね、問題なしとは言いませんよ。だから議会でいろいろ質疑してもらってもいいですけど、もっと違うところでやることあるでしょうと、もっと違う校長にもっと違う事案でもっと徹底追及しなきゃいけないことあるでしょうと。桜宮の事案なんて議会何にもやってないじゃないですか。情けないですね、本当にこんな大阪市議会は。まあ住民の皆さんに対する説明とかね、そういうことに関してはこの議会の決議なんていうこととは全く別に、僕個人でそれを考えていきたいと思いますね。